1896年インガースル・ロックウッド著、1900年または最後の大統領、第1章。1896年11月3日火曜日の夜は、偉大なニューヨーク市にとって恐ろしい夜でした。街はまるで海洋ライナーが全速力で巨大な氷山に激突して、船の材料であるアスペンの木が粉々に砕けて震えるような衝撃を受けていました。人々が夕飯を食べようと、心軽やかに自信を持って集まっていたときに、突然の知らせが入りました。それは青天の霹靂でした。オルトゲイドがイリノイ州の民主党路線を堅持している。これでブライアンがアメリカ合衆国大統領に当選する。不思議なことに、市の北部に住む人々は、晴れた美しい夜であるにもかかわらず、家から飛び出して広場に集まることはしませんでした。彼らは何とも言えない恐怖で麻痺したようにじっとして、話すときは息を潜め、胸はドキドキしていました。30分も経たないうちに、騎馬警官たちが通りを駆け巡りながら叫びました。家の中に留まれ、ドアを閉めてバリケードを作れ、イーストサイド全体が騒乱状態にある。無政府主義者や社会主義者が率いる大規模な暴徒が組織され、長年彼らを不当に扱い、抑圧してきた富裕層の家々を略奪し、荒らすぞと脅している。家の中にとどまれ、すべての明かりを消せ。幸いモートン知事が町にいました。年老いて灰色がかった顔が若干青ざめはしたものの、その声が震えることはありませんでした。第7、第22、第71連隊を武装させよと言ってから数分後には、これらの連隊の隊員たちを兵器庫に招集する数百の死者が静かな通りを駆け抜ける音が聞こえました。ボートたちはゆっくりと、しかし驚くほどの図太さで、着実に警察を北へと追いやりました。警察は見事な勇気で激しい攻撃に耐えましたが、それでも後退し、怒り狂った黒い群衆は怒りや勢いを増して再び押し寄せてきました。軍隊が死を助けてくれるのは間に合うのだろうかというささやき声が、警官隊の動きを指示する警官たちの間で交わされました。夜の9時ごろ、ボートたちは耳をつんざくような大声を上げながら、火と炎を吹く4つの頭を持つ怪物のようにユニオンスクエアに突進し、引き裂き、破裂させ、怒り狂いました。警官隊は疲れ果てていましたが、その隊列はまだ石の壁のようにしっかりしていました。ただし、それは動かすことができる壁でした。ボートたちは集まってそれを北へと押し続け、勝者たちの狂気の叫び声で空気が震え、引き裂かれました。ブライアンが当選した。ブライアンが当選した。ついに我々の時代が来たのだ。抑圧者を倒せ。富裕層に死を。金食い虫たちに死を。資本家に死を。お前たちが絞り取った金を返せ。お前たちが車輪を回すために使った俺らの骨髄を返せ。警察はほとんど無力になっていました。彼らはまだ警棒を使っていましたが、叩いても効果がなく、むしろ大勢のボートたちの怒りを増大させるだけでした。そして彼らはマディソンスクエアへと進んでいきました。最初に群衆の怒りに触れることになるのは5番街のホテルだろう。軍隊はそれを救うのに間に合うのか。歓声と喜びの叫び声が上がります。
それは言葉にならないものでした。男たちは深呼吸し、女性たちはひざまずき、目を凝らしていました。何かが聞こえてくるのですが、まだ見えないのです。というのも、ガス施設や発電所が夕方のうちにボートたちによって破壊されてしまったからです。彼らは暗闇の中、または富裕層の家が燃える炎の明かりで戦うことを好んだのです。再び、今度はより大きく、はっきりとした歓声が上がりました。彼らが来た、彼らが来たという叫びが続きました。そう、彼らがやってきたのです。第22連隊がブロードウェイを、第7連隊がマディソン街を、それぞれいつもの倍の速度で進んできたのです。瞬く間にラッパの音が数回鳴り響き、数々の命令がはっきりと鋭く響き渡りました。そして2つの連隊は文字通り壁から壁まで戦列を組んで広場全体に広がりました。群衆が近づいてきていました。この細い隊列でこの巨大な人々の群れを抑えられるのでしょうか。この問いに対する答えは、耳をつんざくような銃声、雷が落ちたような猛烈な音でした。広場全体に火の壁が燃え上がり、何度も何度も火が吹き出しました。ボートたちは立ち止まり、動揺し、後退しては再び前進しました。その瞬間、遠くから大きなナイフが鳴り響く音が聞こえてきました。それは23番街を駆け上がってきて、側面から群衆を攻撃する第71連隊でした。彼らは鋼の壁のようにやってきて、鋼鉄の刃を振りかざしていました。連隊からは叫び声も歓声もありませんでした。彼らは沈黙の中で死を遂行しました。ただし、二つの銃剣が交差して、2倍の力で敵を打ち倒す時を除いては。深夜の鐘が鳴り響く頃、ボートの最後の残党は隠れましたが、死体を運ぶ2馬車の音が夜明けまで響いていました。神様のおかげで死は守られた。という市長の言葉に対して、年老いた知事が、ああ、しかし共和国が、と言いました。第2章に続きます。